こんにちは、あきです。今日はゴルフパートナー千葉ショートコースにお邪魔しています。お世話になります。実はショートコース初めてで、なんかこんな本格的なゴルフ場だとは思わなかったのでちょっとドキドキしていますが、今日の目的は前回ミカプロにショートゲームを教えていただいたので、そこを練習するために来ました。あきちゃん、この動画は新年、あきちゃんが出る最初の動画になります。なるほど。2021年にゴルフの目標とかあったらお願いします。もうずっと思ってるんですけど、2021年は80代をコンスタントに出せるように頑張りたいです。80代をコンスタントに出たら競技に挑戦してみたいなってずっと思っているので、まずは80代を目指して80代をコンスタントに取るっていうところを目標にしたいと思います。重いですかねこの目標無理ですかね結構本気なんですけど、はい、ラウンド回数とかね増やせばね。そうですね、結構仕事以外はゴルフ頑張っているので、そこを目指したいんですけど、じゅんちゃんと今ステージが違うところにいるので、せめてなんか追いつくぐらいは頑張りたい。いやじゅんちゃんは超えられないですよさすがに頑張ります。はい、ありました、はい、であれですよね、今あきちゃんと一緒にラウンド動画出てくれる、あ、そうですね、はい、ちょっと私一人で90切り80代頑張っていくのは心細いので、ぜひ一緒に目指してくれる方を探しています。ぜひ興味がある方は概要欄に出ていると思うので、ぜひそこをチェックしてみてください。お待ちしています。はい、なんか 10ホールあるんですよね。はい、ショート最初は1ホール目パー3は、97ヤードなんですけど、今距離計で測ったら92ヤードで、ちょっと今日は私の頭の中を伝えていこうと思って、まあそのマネジメントでどうなんだろうって思う方がいたらぜひアドバイスを欲しいんですけど、私がこれを見た時には右側に深いバンカーがあるので、バンカーは避けて、でもピン嫌なとこにありますね。右側にあるから、まあ普通にグリーンのセンターを狙って打っていきたいなと思います。結構風があるんですけど、木に守られていけるんじゃないかなと思うので普通に打ってみます。お願いします。まっすぐ引く。あ、左行っちゃった。あ、左で落ちちゃったかもしれない。とりあえず行ってみます。孤独の戦いが始まった孤独ですね一人でブツブツ言って今練習は何回ぐらい行けてるんですか。週2回は握るようにしてます。ラウンドか、打ちっぱなしかどっちかで、ラウンド行った後に練習に行くこと多いです。全然うまくいかないと思って、このままじゃ帰れないと思って打ちっぱなし行ってみたいな感じです。え、残ってるかな。あ、木の根元。木の根元を右足踏みに置いて打ちます。すごい、失敗すると落ちてきちゃう。惜しかったけどね。惜しいですね。ナイスです。ありがとうございます。ちゃんとショートで、あ、いいですね。でも近い。よかった。ミカプロに教えてもらったパターンの出番ですね。若干すら、ちゃんとミカプロに言われてからラインを丁寧に読む。若干すらだからカップ左目ぐらい。ちゃんと目線はボールの真上になるようにして、
ボギーですか？5だ、5だだよ。そっか、3で乗って2パット。4、5だ。失礼しました、ダボ。ダボ。やっぱいかにワンオンするかが大事なんですね、きっと。そうだね、はい、落としちゃうと、ちょっと大変だね。そう、バンカーを避けるために左に打ったつもりが、なかなかフェードが効かずに落ちちゃったっていう。なんか普通にラウンドしてるみたいで楽しいですね、ショート。そうだよね。意外と、なんか一人でラウンドしたことないからそこだけなんか変な感じがしますけど。ここは、すごそうだよ。やばいですね、これ。やば。いきなり疑問。確かに、これある程度距離出さないと厳しいですよね。そうだね。普通に落ちちゃうとやばいよね。ドライバーも危ないしな。ユーティリティで。でもさ、ドライバー軽く打った方がいいんじゃない？失敗しないかな。ユーティリティでミスしちゃって。届かないよりは。ハーフでっていう感じで打ってみるんですかね。これ実は前、ミカプロがあのシダで紹介したときに、これいいじゃんって言ってくれた例のやつをゲットしました、実は。こうかな。ちょっともう汚しちゃったけど。はい、この前のドルフィンはさすがに買ってない。まだ買ってないの。いや、まあ、あれいいですよ。僕すごい良かったです、あれ。30センチ。右だけど大丈夫そうですかね。大丈夫そうじゃん。よかった。ほんとスロープなんですよ、ドライバー。うん、ダフッ、ドライバーがダフるっていう。まあ、多分重心が前とかなのかわかんないんですけど、今当たりましたね。今全然よかったじゃん。前は飛ばしたいとか言ってたけど、今なんか飛ばそうってこう欲を出すレベルじゃなくて、もうそもそも当たんないっていうスランプなんですよね。なんか向いてないんじゃないかって、すごいこんなに一応練習してるつもりなのに足りないのかな。本当純ちゃんってすごいなと思って、まあ、相当練習してたんでしょうけど、やっぱりね、同い年であのレベルを見ちゃうと、どの辺がすごいなって感じます、純ちゃんの。純ちゃんこうあんまりマネジメント喋らないんですけど、ちゃんと考えてるんですよ、やっぱり。やっぱり70代出す人ってちゃんと考えてますよね。そりゃそうですけど、一個一個さっとやるけどちゃんと丁寧に考えてるからミスが少ない。本当にすごい。この歩いてる時もどあっこれあすごいすごいいいですね。いいですね。ミカプロにこの前習ったぐらいの距離ですよ、はい、これ27ヤードほぼ30ですけど、ね、ミカプロはやっぱり一回グリーンを見に行った方がいいっていうんです。ちょっと見ます。こうやってすら転がすってわけじゃないから、しっかりキャリーでカラーに落としてふわっとヘッドアップしない。危ないな。あ、落としどころ予想通りだったけど、意外とキャリー、ダン出ちゃいましたね。でも次はパターでいけるので切り替えていきます。ナイスです。ボギーですかね。まず右
なんか学びの多いホールでした。やばい、これもここそれもドライバー、あの池越えてさらに小さい木があってグリーンなんですよ。